こんにちは。今回ですね、速稼塾の中のその特徴的な手法であるリレー動画ってものについてお答えしようかと思います。まあ YouTuber さんの多くがですね、最近では当たり前のように、まあ、例えば青汁王子がどっかのなんとか社長とやり合ったりとかね、でガーシーさんとこういうふうに動画のやり取りしたりとかっていうのを私たちが視聴できるような形で公開してくださってるところはあると思いますけども、私はこれを10年以上前からやってるんですよね。というのがね、リレー動画って、まあ、トレーニングであったりとかね、まあ、動画を撮るトレーニングだったり、まあ、楽しみっていう面も正直あるんですけども、それは二次的なものなんですよ。大事なのはその動画をリレーしてる相手に対して、お相手の方に対してね、コンサルをしてるんですよ。動画のやり取りをすることによって、どのレベルでものを言ってるのかとかね、どういった話し方思考法なのか、音声が強いのか弱いのか、それとも背景が悪いのかとかね、表情が暗いのかとか、さまざまなものが分かります。つまりリレー相手のレベル、これが改善点が分かってくるんですよ。まあ、そうなるとだんだんリレー動画を続けていると、時にはね、お相手の方苦痛になるんですよ。で、悪いところを指定されるわけですからね、嫌になってくるわけですよ。だから離脱も起きます。でも結局ね、指導するレベルの苦言が聞き入れられなかったら、これから YouTuber として有名になっていく時にコメントとか逆風には耐えられないと思うんですよね。匿名の人が無責任に書き込むわけでしょ。私は改善するために良かれと思ってやってることばかりです。で、ついてきた人はやっぱり売り上げ上げてうまくいってるわけなんですよ。つまりね、このリレー動画っていうのは、このお相手してくださってる方の成長とか改善点とかが見えて、 NG な点もわかるし、発見とか気づきを与えることもできて、進化や売り上げにつながるからやってるわけなんですよ。で、それ以外には理由はないですよね。だからこれは動画のリレーに見えるコンサルなんですよ。それを公開コンサルしてるものなんですよ。だからこのリレーを見ていらっしゃる方っていうのは、他の方もね、ずいぶん見てくださってるみたいですけども、どのレベルでやり取りしてくれるのかってことが分かるでしょ。だから、あ、なるほど、久保さんとやり取りしたらこういうふうに悪い点が見えてくるんだ、進化していくんだっていうのが手に取るように分かるんで、そういった方が速稼塾の新しい入門をしてくれるわけなんですよ。まあ、逆に言うとですね、このぐらいだったら自分はまだまだ叩かれても立ち上がれるよっていう人は、もっともっと強い要求してきますよね。で、個別コンサルとか一泊二日の50万円マンツーマン合宿とかにつながっていくってことになります。まあ鍛えるっていう意味では鍛えられますんでね、速稼塾にただ入って速稼塾のメンバーですっていう立ち位置も悪くはないと思いますけども、実際に私からの指導を受けて、できないことができるようになっていく、わからないことがわかるようになっていく、稼げなかった人が稼げるようになっていく、まあ、こういったのってのは必ずしもね、塾生さんの負担ばかりではないって、やっぱ負担を取り除ける方に動いていくと思うんですよ。まあ、ですんでね、このリレー動画返すのが早ければ早いほど進化は早くなります。気づきも早くなります。こういったことをね、汲み取りながらやっていただければと思いますけどね。単なる会話のやり取りをするわけじゃなくて、一語一句を私はお金に変えさせようと思ってやってるわけなんですよ。まあ、ですんでね、通常はこういったやり取りっていうのは、まあ、有料でないと受けないわけですけども、速稼塾の塾生さんに関しましては、リレー動画は、まあ、希望するんでしたらね、どんどん受けようかと思います。まあ、ついてこれればですけどね。はい、ということでございまして、以上ですね、頑張っていただければと思います。いってらっしゃい。